こんにちは、清水和夫です。高級車、メルセデスベンツとクラウン、これも実はハイブリッド対決なんですね。まあ、日本が誇るクラウンと、ヨーロッパのメルセデスベンツ E クラス、このハイブリッド対決も非常に見ものです。発進加速はパートレーンはレクサス IS と同じですから、まあ、2.5 直列4気筒の縦置きの2モーターフルハイブリッドですから、まあ、そこそこ IS に近い加速性能が出てます、まあ、それは OK ですけど、ブレーキがあのトヨタのバイワイヤーシステムなんですけど、やっぱり最後のタイヤのこうロックするところの制御がロック戻しロック戻しのところがものすごく荒いので、結局もう車がポン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 ってホッピングするような感じでしてるんですね。で、まあ、IS の方はもっときめ細かく、そのブレーキの ABS 制御ができてるんですけど、こっちはもう全くそんなのお構いなしで、ゆでたてのじゃがいもポンと出したような感じがしてしょうがないので、これはちょっとかなり厳しく評価しないと。できるのにやらないのはやっぱり国際社会の中に出した時にトヨタは責められると思いますね。できないのにできなかったのはこれはやむを得ないですけど、つまり最善を尽くしたかっていうところで言えば、このクラウンはもうちょっと頑張ってほしいというふうに思います。エンジンかけといて、はい、行くよ。おお、走りじゃん。トルクコンバーターのところに四式クラッチを入れて、まあ、モーターとトランスミッションの組み合わせになりましたから、
完全にワンモーターのパラレルハイブリッドで、発進がですねやっぱりちょっとびっくりしたんだけど、思いっきりゼロ発進でパンとアクセル踏むとエンジンが2000回転ぐらい弱のところでコンピューターが自動的に止めて、その間にモーターで回ったタイヤとエンジンスピードをクラッチが同期させていくような制御が見事なので、全然発進が急発進もできるし、モーターエンジンのそのバトンタッチがすごくスムーズなんですね。だからこういったところはやっぱり前の S クラスのハイブリッドの時代からかなり長い時間経ってますから、いろいろ細かいセットアップができたのかなと思います。で結果的に0、100キロはもう7秒切るぐらいの感じのデータが出てるので、まあワンモーターハイブリッドでももう草食系じゃなくて、まあ、普通の肉食系というか、そのまさに400っていう数字がついてますから、普通の 3.5 の V6 は E350 でしたから、やっぱその50の数字が上がった分パフォーマンスは上がってますね。で、まあ、ハイブリッド作ったというよりもやっぱり、E350 の1個上のベンツをちゃんと作ったっていう感じがしてますから、まあ、そういう意味でハイブリッドシステムと車全体がきちっと E クラスのクオリティに見合って作られているといったところが、すごいなと思います。モーターも出力を上げてますから、相当ワンモーターですけどハイブリッドのご利益感というのがあって、実際低速でこう発進していくと20キロぐらいのところまではほとんどこうモータードライブみたいな感じで走れますから、まあ、そこにもハイブリッドのご利益感というのもちゃんと乗り味として乗っけてるところが、やっぱりこう味を作るシェフがうまいんだなって感じがしますね。でブレーキはガチンとしつつも、まあ、ブレーキペダルのコントロール性もいいし、多分データ取るとあんまりベンツはすごいデータ出てこないんですけど、ドライバーが感じるブレーキの効きという部分では人間のブレーキ感はすごくあるんですね。だからそこもやはり、まあ、人間研究がきちっと行き届いてあんまりデータ主義にならないで作ってんだなというのが分かると思います。まあ、加速減速に関して言えばもう、ベストなやっぱり E クラスなのかなって感じがしますね。怖い。ああ、ダメだこれ。やっぱりね、もう日本の高速道路ちょっと速度上げにくいな、検討委員会でクラウンがいることを考えると無理だな。俺が乗って140キロでも怖いもん。確かに乗り心地は悪くないですけど、まあ、ちょっと100キロ以上超えて少し路面が、まあ、地震のせいもあってこの裏 の路面が少し荒れてるんですけど、今まで乗ってきた11台の車が何の問題もなく通過できるところ、このクラウンだけちょっとブレーキ踏みたくなっちゃうんですけど、もうそうするとね、なんか高速道路の速度見直し検討委員なんですけど、ちょっとクラウンのことを考えると日本の100キロ以上やっぱ危ないかなって感じがしちゃうんですね。だからやっぱり100キロに甘えてるところがこのクラウンの良くないところで、そこはもっと本当にいい車を作っていこうっていうことをやらないと、できるのにやらないのはやっぱりまずいなと思いますね。まあ、そういう意味で、じゃあその100キロ以上の、安心感を失った代わりにじゃあ得たものがあるかというと、乗り心地も、低速であそこのちょっと路面の段差のところを U ターンするときに他の車何の問題もないのに、この車だけポンポンフロントがバウンシングしたりして、だから結局サスペンションも
フリクションがあってスッてこうストロークしないし、60で入るだろ、自然に俺アクセル何もやってないんだよ、レーンキープみたいだね。ちょっとこの子すごすぎるわ。このシステムは実は S クラスにも乗っかって、もうじき日本に S400 で登場してくるし、フランクフルトショーでは、リチウムを多めに積んだプラグインの S500 プラグインハイブリッドというのが出てくるんですね。だからメルセデスのこれからハイブリッドシステムはこのワンモーター四式クラッチ7速 AT のコンビネーションが、まあ、どのエンジンと組み合わさっていくかという話で、S クラスにはこれに 2.2 のディーゼルが組み合わさった350ブルーテックハイブリッドっていうのも登場しますから、まあ、そういう意味では、コア技術になってくると思うんですね。まあ、これは レーダーセーフティーパッケージついてますけども、もうディストロニックに追従していわゆるステレオカメラで白線見ながら、まあ、その中に電動パワーステでアシストしていくんですけど、そこはフォルクスワーゲンゴルフも電動パワーアシストを持ってますけど、メルセデスはもうちょっとそれの自動操縦領域を広げてるぐらいのところまで電子制御を使ってますね。それもまあこのステレオカメラの性能が高いからだと思いますけども、バンクの中入ると自然にスピード落としてきますから、これは多分コーナーを見たりしてるんだと思います。乗り心地はひょっとしたら S クラスに匹敵するぐらいの乗り心地の良さが高速のドライブで感じられました。ダブルレーンはもうハンドルが全くこの辺がセンターがないので、まあホンダのアコードと一緒で、ここもやっぱりどんだけ切っていいかも分かんないし、切ってもこう今度ステアリング そのセルフアライニングトルクは出てこないので、自分で戻していかなきゃいけないし、どこまで戻したらタイヤがセンターに向いたのかって、フォーミュラカー乗ってんじゃないんだからタイヤなんか見えないんだから、ちゃんとハンドルで分かるようにしなきゃいけないのに、もうそんなことも分かんないで車作ってとかなと思うとちょっと情けないところがありますね。しかも後輪駆動は FR ですから、ステアリングはフロントのタイヤの駆動力の影響を受けてないので、もっと素直でナチュラルなステアフィールを出さなきゃいけない、出せるはずの車なんですけど、まあ、そこもちょっと足りない。ですからやっぱダブルエンチェンジが結果的に VSC が働いて、挙動は安定してますけど、ドライバーから見たらもう どのだけハンドル操作していいかがもうなんかこう全然実感がなくて、なんか勘で頼りで走ることになってしまうんですね。まあクラウンはちょっと次のモデルイヤーで大幅に直してもらいたいと思います。
ダブル N ですけども、これはもう、昔 A クラスで散々 L クよけでリコールまで追い詰められたベンツですから、多分100万回ぐらいテストして世の中に出してると思うので、もう何の問題もない OK 牧場ですね。プッとこう入るんですけど、あのきめ細かくそのブレーキをかけながら、スッとこう入れるあたりはやっぱり ESP の細かいブレーキ制御のかけ方がちょっと技がすごい細かいところまでやってるなっていう感じがします。でそのレーンチェンジの時も実はあのアラームだけじゃなくてプリベンションもするので、出そうになったら元に戻すんですけど、その時に、唯一日産とベンツだけがブレーキで戻す制御を持ってるんですね。電動パーステは、ディストロニックで、快適制御として使ってるんですけど、あの予防安全のレーンの逸脱から元に戻す時はブレーキで戻す。ですからこの電動パーステと、ブレーキ制御を巧みに使って、車の、進路のアシストをしてるというところがやっぱりちょっと鳥肌が立つぐらいすごいなと思ったので、まあ、この車はもう単なる旦那さん仕様というか、なんかハイテク満載で走るイージス感みたいな車ですね。出ないよ。100.6キロ。データ的にはメルセデス・ベンツとそんな変わんないんですけど、やっぱりブレーキングしてステアリング切って、まあ、そんなことやっていくと、とにかくちょっとドライバーは不安気味で、まあ、タイヤがどういうふうにトレースしてくるのかとか全然車の動きがこう読みにくくてですね、まあ、結果として止まったり結果としてドリフトアウトしたりという感じなので。まあ、とにかく打が効いてヨーモーメントが出て内側に入っていくのか止まるのかっていうその車のそのビヘイビアみたいな動きがドライバーにちょっと分かりにくいっていうのはやっぱりもうクラウンの決定的なこれからの開発課題かも分からないですね。まあ同じようなセグメントの、まあ、レクサスなんかではもっとドライバーズカーとしての高い資質を持っているので、まあ、もうちょっとクラウンはなんかこう自分たちで殻に閉じこもってるような気がしてしょうがなくて、まあどうせヨーロッパにもアメリカにも出さない、まあ、ある意味で出てってもアジアかぐらいなので、なんかそこはすごく残念ですね。結果としたら今日の E クラスとは旋回ブレーキテストは同じようなデータです。はい、ライトオンしましたよ。はい、103キロ。はい、ライトオン103キロ。ライトオン103キロ。100.71。100.71。はい、103キロ。100.01。ダメだな、ベンツ。
まあ意外や意外、ベンツはこういう試験得意だったんだけど、ちょっとこの車に関しては、まあ制動距離も伸び気味ですし、まあ、2回目ちょっとステアリング先に入れてブレーキを踏むと、やっぱりその ABS ロジックのこう変なあのブラックホールにはまってしまって、制動時が全然出ない領域があるので、まあ、あとタイヤもウェット性能があんまりよろしくないので、まあ、ちょっとメルセデスっぽくはないなっていう感じがしましたね。で結果的にこの後、まあ、乗る、まあ、クラウンとの対比になりますけども、絶対評価で見てももう少し、メルセデスベンツだったら上のところにいなければいけないと思いますけど、まあ、それがハイブリッドによる重量増の影響がもしかしたらあるかもわからないですね、まあ、かなりモーターとバッテリーシステムで100キロぐらいは重くなっていると思うので、まあ、その分を補完するそのシャシあるいはタイヤの、しっかりしたその補完ができているかどうか、まあ、そこのところもこれからちょっと検証していきたいと思います。